ホエイども、新年のランク戦が15勝4敗スタートでかなり幸先のいいゴンです。ということで今回はこちらのアクロス型ロクドスを紹介したいと思います。元となっているリストは先月メシック1位でフィニッシュしたトゥーリオさんのリストで、踏み穴のクレーターを2枚削って黒草を2枚加えた形になっています。このリストの特徴は何といってもアクロス戦争がメインに4枚入っていることで、アグロやミッドレンジをかなり意識した構成になっていますね。さらにメインからアゴナスが4枚入っていて、主にティア1であるグルールやローグを意識したリストになっています。基本的にサイドボードはほぼコントロールへの対策カードになっていて、コントロールが少ない BO1 においても割と強いリストになっていますね。実際にこのリストでランク戦で回してみたのですが、さっくりと 5-0 することができ、BO1 においてもおすすめできるデッキになっています。はい、ということでアクロス戦争が活躍した試合をピックアップしてみたので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さてこちら後手、まあ2-3と動けるのでキーパーしてもいいかなと。救助犬からスタート。まあ白タンアグロですかね。 BO1 だとねほんと白タン多いですよね。そしてこの救助犬からスタートされるのが一番いやらしいですが、さあここは2ターン目ダクソス、まあ、野心家じゃなくてよかったかなと。とりあえずまあ救助犬を除去っておきたいので無情な行動を打っていっていいかなと。ここも立ち、まあとりあえずメインで打っていって OK かなと。さあダクソスに無情な行動を打っていく、で救助犬を使ってくると。さあここはアルセイド、アルセイドか。そして取り除きをドロー。ここ結構選択肢ありますね。ティマレットを出しておくか、アルセイドを除去っていくか。まあ先にアルセイド除去って良さそうな感じですかね。まあ結局このクリーチャーを守られるカードを残されるのが一番きついので、まあ相手のターンに取り除きを打って、アルセイドを除去っていきたいかなと。さあ取り除き、使ってくる、使ってくるのはなんだろう。このターン何もカードをプレイしない。おお、なるほど。土地が詰まってる分、まあおそらく3マナ行き4マナ行きのカードがかなり多そうな感じですね。まあ白タンの場合これ多分3マナ目を引かれた瞬間にめちゃくちゃ相手の動きが強くなりますね。さあここクロックサから、まあ、もう一回取り除きを構えていく形でいいかなと。ダクサスをディスカード。さあここはとりあえず殴ってくる。何もない。これ除去ハンドの可能性結構ありますね。白タン的4的にその2マナ以下のカードだらけなんで、2マナで止まっても普通は動けるはずなんで、おそらく予想としては除去ハンドですね。ガラスの棺を捨ててくる。これ2枚目持ってますね。はい、まあこれは除去ハンドか。棺がまあだいぶかさばってる感じかなと。さあここはトリトンを出して、まあこれね、棺をこの切り裂かれた穂で破壊できるのも割と噛み合ってますね。さあ3マナ目からスカイクレーブの亡霊。まあトリトン追放は全然 OK ですね。からの切り裂かれた穂でクロックスをもう一回誘発させていく。さあもう一回ガラスの棺、これ3枚目捨ててきたんで4枚目持ってる可能性全然ありますね。そら2マナで動いてこないわけではありますが、まあとりあえずティマレットから次のターンもう一回クロクサーの流れで良さそうかなと。5マナ目がなんか欲しい感じですねこれ。おお、軍団の天使引いてる。
これ強いですね。これで相手はまあ毎ターン4-3飛行クロックを展開することができると。うん、まあとはいえまあとりあえずクロックサーからいきますか。まあアクロス戦争もあるんで割と天使連打されても大丈夫そうな感じではありますね。払拭の光、ああなるほどね。まあだいぶ除去が多めの白タンですね。しかし払拭の光よりも軍団の天使を優先させてきたと。まあ飛行クロックで一気に押し切りたいという感じですかね。土地はボトム、骸骨の巨人はもらっておいてもいいかな。このターン66抱きかアクロス戦争か。アクロス戦争でいいかな。アクロス戦争で、ブロッカーとして立っている天使をもらってフルパンが良さそうかなと。さあ天使を奪ってから10点クロック、ここはヘリオットを捨てていく。さあこれで残り13点まで。まあこうなると相手も殴りづらい状況ではありますね。まあ、軍団の天使も結局その4マナ使って1回行動しかできないんで、まあこっちが押してる状況であれば殴ってくる。これどうするかな。3、4、除去った場合、4の8、まあブロックしてもいいか。まあかなり有利な状況なので攻め急ぐ必要はないかなと。さあそして、まあ、殴ってから毒六抱きもしくは骸骨の巨人か、まあ、クロックサだけ殴るかのどちらかですかね。うん、まあ安定でいいか。先に除去って、まあ、クロックサだけ殴って巨人を出して、でまあ多分次のターン相手、まあ、全体除去がない限りほぼほぼこちらが勝てる状況なので、まあでも殴ってあれか、ブロック見てからでもよかったか。相手がワンチャン不利なブロックをしてくれた可能性もあるので。ただまあこれで、アクロス戦争で相手マストアタックで、はい、こうなるともう勝ち確ですね。軍団の天使を連打されていきましたが、なんとか、まあアクロス戦争のおかげもあったかなと。オーケー。さあこちら後手やっていけますね。ワンタップインのランドがもう1枚欲しい感じではあるかなと。相手はおそらくおぼしランプでしょう。相手は山からスタート。うん、まあ割と悪くはないハンドなので、4ターン目クロックスはこれ決めていけそうな感じですね。さあとりあえず山から、ここはトリトンから出していくと。まあアンタッピンのランドが引けているので3ターン目ティマレット、クローティス、それはちょっと聞いてないな。こうなるとまあ巨人素出しでいいかな。まあ先にクロック優先で良さそうな感じかなと。さあ4点クロックを出していく。メインクローティスはなかなかしんどいですね。ただまあ5マナ目まですでに持っているので、ワンチャン6マナ目から、一気にクロックさ脱出までいける可能性はあるかなと。さあ亭主、ほう、また珍しいカードが入っていますね。うん、亭主除去りたいですが、
まあ、とりあえず殴ってみるか。相手がワンチャントリトンと相打ち取ってくる可能性があるんで、ブロックしてくれたらありがたいですね。お、ブロックしてくる。はい、さあこれでまあ除去を使わずに、除去ることができましたね。そしてティマレットを出していく。これ6マナ目が引けたんで、6ターン目クロクサ脱出が可能かなと。まあ、なんだかんだこのクローティス出されても全然脱出は現実的ですもんね。さあここはトリトンを追放していく。これで2点ドレイン。さあそしてここはメインで踏みつけで除去っていく。うん、さてとりあえず4点。スクライランド置いて、まあ無情な行動と切り裂かれた方を構えていく形で良さそうですかね。さあとりあえずスクライ、これもらっておいて OK ですね。さてまあ次のターンはほぼほぼクロックサ脱出まで行きたいですが、まあクロス戦争から入るのも全然ありっちゃありではあるかなと。峰の恐怖、はいはい、どうするかなこれ。アクロセンサーでもらってもいいが、まあ除去ってもいいか。まあ店舗を考えると先に除去って、クロックサーを次のターン出していきたいですね。さあターンもらって、おお、もう1枚あった。まあまあまあ、ただここは、クロックサ脱出まで行きたいんで、小道を出して、そのまま切って、脱出まで行くと。さあ山から、とりあえずクロックサ1回目。この中盤でのクロックサ誘発2回も、なかなかしんどいですよね。根本原理をディスカード。からのもう1回クロックサ。さすがに押し切れそうな感じはありますね。さあクロクサ2回目誘発、根本に2枚目を捨てていく、うん、さあこうなると相手は、まあ、クロクサを対処しながら、さらにこの6点分のクロックもどうにかしないといけないので相当厳しいはずですね。まあ、さらに手札にはアクロス戦争が控えていると。野獣、これは勝ったか。まあクロス戦争で、5号奪って、まあ、トークンも除去って勝ちですね。さあクロス戦争、なんだかんだかの、あまあこれ投了と。 OK、 良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それではまたね。